年の12月25日に、仕込んだミックス味噌を今から取り出します。これは、大豆とか全部セット、蒸してあってセットになったものを家で、混ぜてただ入れるだけという簡単なものなんですけれども、表面にカビが生えないようにアルミホイルを敷いて、その上にわさびを乗せてみました。一度開けて閉めるともうカビが生えてしまうので、今日はこの樽から全部出してしまいます。ちょっとぐらいカビが生えても全く問題がないそうなので、こんな色です。全部セットになって大豆も蒸してくれるので、家で作る動画をアップしたいと思いますので、あと味噌は冷凍しておけば保存ができますので、こうスーパーに入れて使う分だけ出してこの樽に入れておいたらカビが増えすぎましたので、今回は全部出して冷凍に入れていきます。あと私が材料を買っているお店で出来上がりのお店お味噌を買うんですけれども、それもすぐに売り切れてしまう、冷凍しておきます。聞いた話によると、三重県のこの桑名ら辺はこうやって深海とかでお味噌を作る文化が昔からあるそうなんで、割と昔の集落に住んでる人